皆さん、お待たせいたしました。おはようございます。龍谷大学宗教部の部長をしております、だけです。大変お待たせいたしましたが、本日の龍谷大学宗教部の公開講演会にご参加いただき、ありがとうございます。本当はキャンパス内の検診館で公開講演ということで、開くことができたらよかったのですが、感染者数は減少しているとはいえ、まだまだコロナの感染状況も予断を許さない状況であることから、オンラインでの開催となりました。宗教部では12月8日が仏教の開祖、お釈迦様がお悟りを開かれた日であるということから、今週の月曜日からラブ&ピースデーとして様々な行事を行っております。本日は公開講演会として南カリフォルニア大学のダンカン・リューケン・ウィリアムズ先生をお招きして、仏教と第二次世界大戦下の日系アメリカ人収容と題してお話しいただくことになりました。コロナ禍によりいろいろなことが思うように進められないことが多いのですが、当たり前のことが当たり前のようにできない状況がある一方で、新しいコミュニケーションツールとしてオンラインが日常生活に浸透をし、これまで思ってもいなかったようなことが当たり前のようにできるようになりました。本日こうして、カリフォルニアから、ダンカン・リューケン・ウィリアム先生をバーチャルにお招きしてお話をお聞きする機会が持てたのもその恩恵の一つです。ところで皆さんは12月7日がどういう日かご存知でしょうか。実は今から80年前に日本帝国海軍がハワイのパールハーバーを奇襲した日です。日本では12月8日というふうに言われます。日本時間では当時12月8日の午前1時45分なのですが、現地ハワイでは12月7日の午前6時45分、この時間にパールハーバーの奇襲が始まりました。そして皆さんは私の今日のズームの背景、どこだろうと不思議に思っておられる方もいるかもしれません。これはアメリカ・カリフォルニア州マンザラにあった日系人強制収容所の写真です。日本ではあまり知られていないのかもしれませんが、ジャパニーズ・インターメントと呼ばれるのですが、パールハーバーへの奇襲があって間もなく、アメリカでは日系人や日本人移民に対する強制収容所への収容が行われました。そのことによって12万ほどの日系アメリカ人、つまり日本人にそのルーツを持つアメリカ国民と日本人移民、そしてアメリカ国内だけではなく、メキシコ、ペルーなどの中南米諸国に在住する日系人、日系移民がアメリカ全土の11カ所に設けられた強制収容所に収容をされました。このまんざらはその一つですが、カリフォルニア州にありますが、夏は暑く、ご覧のように山が白い雪をかぶっているように、冬は寒い、大変劣悪な環境の中で日系人たちは突然生活を強いられたわけです。以前私はアロハブッダという映画を見たことがあるんですが、これは日系人の人たちの経験、これを映画にしたものですが、その中で一人のおばあちゃんがこのパールハーバーを目撃した時の若い頃の話をしています。
それまでの日米関係がどんどん悪くなる中で、日系人の人たちは大変まあ肩身の狭い、そういう生活を送っているわけですが、12月7日の早朝、突然サイレンが鳴って、空を飛行機が飛んで、その時に、どうかそうであってない、そうでないようにと、こう願って見上げた時に、飛行機の下に日の丸が見えたという話が出てきました。で、今私の背後にあるマンザラの収容所を、実はここにはアメリカの旗が掲げてあります。日系人の方は、日本人は日本国籍のままです。一世の日本人は日本国籍のままだったんですが、二世の方はこれはアメリカ国籍を持っていたんです。で、したがってこの収容所から、実はその後ヨーロッパ戦線へアメリカ軍兵士として出兵をする、そういう人、若者がたくさん出ていくということになります。いずれにしても、海の向こうで日本とアメリカ2つの祖国を背に、いろいろな経験をされた方が、この12月7日のパールハーバーの奇襲以降おられたということです。ところで、皆さんはこの不覚差学者、この不覚差学者の前の道が師団街道だと呼ばれているということを、ご存知でしょうか。実はこの不覚差キャンパスは、以前、これは日本陸軍の第16師団の本部があったところであります。実は我々が学んでいる、みんなが勉強しているこの場所は、そういった場所でもあります。それから日本でも、皆さんと同じ大学生の世代、そういう人たちが1943年以降、20歳以降の以上の学生たちは、まだ勉学は終えていないけれども、早期に卒業をして、そして学徒出陣ということで、戦地に赴いて、多くの学友、卒業生が戦死をしています。今週、私たちが進めているラブ&ピースという言葉は、これはイマジンという歌を書いたビートルズのジョン・レノンが好んだ言葉でもあります。世界中が平和になるように、人種や宗教や思想やいろんなものを超えて一つになれるようにという歌でありました。そういう思いを込めて、今週ラブ&ピース、お釈迦様のお悟りの日、ニルバーナ、涅槃と言われる悟りの世界、まさにそこに願われている人々が共に平和に暮らせる、そういうことを今回の講演会を通して学んでいければと思っております。それでは、ダンカン先生にお話をいただく前に、簡単にダンカン・ウィリアムズ先生のご紹介をさせていただきます。ダンカン・リュウケン・ウィリアムズ先生は、現在、南カリフォルニア大学で宗教、特に東アジアの言語と文化についての授業を担当されておられます。また、南カリフォルニア大学の伊藤新宗日本宗教文化センターのセンター長も務めておられるわけですが、ダカン先生は実は、幼少期は日本で過ごされ、今日も日本語、本当に堪能なと言いますか、ネイティブと同じです、お話を、いただくということになっておりますが、お母さんが日本人で、お父さんはイギリスの方だったということもありますが、現在、この今のマンザナですね、こういったところでの日本人の収容についての研究を進めておられて、2年ほど前にアメリカンスートラという本を出されております。
まあ、スートラというのは、これは仏教でいうところの、まあ、経典でありますが、アメリカの経典ということでありますが、その内容はこの日系移民の人たち、あるいは日系二世の人たちのアメリカでの戦争というもの、二つの祖国を、まあ、背に持ちながらどういう経験をされたか、本日はそういったことを、まあ、お話しいただけるのではないかと思っております。それでは南関先生、よろしくお願いいたします。はい、どうも。ただいま紹介に預かりました南カリフォルニア大学の南関リュケン・ウィリアムズです。このような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。龍谷大学宗教学部の武先生はじめ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。本日はパワーポイントをご覧いただきながら、途中10分ほどのビデオもご覧いただき、講演を進めてまいります。本日のテーマは主に私の著書の、今武先生からご報告があったように、American Sutra という本に基づき、第二次世界大戦における日本人移民、また日系アメリカ人の仏教の信仰と活動に焦点を当て、さらに現在のアメリカにおける仏教の状況に若干照らし合わせて発表をいたします。このアメリカでは2020年21年というのは反アジア感情、高齢者アジア人に対する襲撃事件とか、仏教寺院破壊行為という事件が激増しました。今年2月には私今南カリフォルニア大学ですが、このロサンゼルス、リトル東京、日本町にある東本願寺別院において不況侵入と放火、また灯籠の破壊行為というようなものもありました。それをちょっとパワーポイントスライドで紹介したいと思います。これが東本願寺のスライドですが、日本仏教寺院だけではなく、ベトナム仏教6つの寺院で15体の仏像に落書きをされる事件もありましたし、落書きの内容も反仏教感情を表すような内容で、ここでご覧の通り、ジーザスというような言葉を書かれていることによって分かるかと思います。寺院の破壊行為とかではなく、今年はアジア系の高齢者を狙った襲撃事件も連続して起こりました。今年1月ではサンフランシスコで高齢者の男性が襲撃され亡くなる事件もありまして、防犯カメラがこの襲撃事件の一部始終を捉えて、これがニューヨークタイムズとかロサンゼルスタイムズなどでメディアで大々的に報道されました。この事件で亡くなったウィチャー・ラタナパクティ氏は熱心な仏教徒で、タイ寺院とのつながりが深く、事件後は寺院とそのタイ仏教コミュニティから家族への支援がありました。その法要の様子が、このスライドで見えるかと思います。この事件を受け、タイ仏教寺院のメンバーたちがサンフランシスコの警察にパトロールの強化を願い出るなど、社会的なレベルで動きもありました。2021年3月に行ったアジア系女性が犠牲となった
発砲事件というものもアジア系コミュニティのを狙って襲撃事件の最大のものであり、あのバイデン大統領、あのハリス副大統領がアトランタを訪問するなど政府レベルで の問題となりました。まあ、この襲撃事件の犠牲者のうち3名が仏教徒であったこともメディアで、あのアメリカのメディアでは捉え上げられ、アメリカにおける仏教に注目が今年集まりました。まあ、この事件を受け、ロサンゼルスでは事件からの、これはアトランタの事件からの49日の法要をとして May we gather という法要は全米の仏教寺院を挙げ、こういうZoom形式で行われまして、ニューヨークタイムズでも取り上げられ、1万人以上の方がライブストリームで見ていただきました。アトランタ事件のすべての犠牲者の法要だけではなく、過去にアジア人差別を受けて命をなく落としたすべての方への法要として行いました。まあ、これからちょっとパワーポイントをストップして、このビデオを10分ほどの法要のビデオのハイライトを流したいと思いますので、すいません、英語で字幕なしのビデオになりますが、ご了承ください。Today, May 4th, 2021, marks the 49th day since 8 people, 6 of them women of Asian descent, were killed in a mass shooting in Georgia. In many Buddhist traditions, the 49th day after death is an important moment of transition for both the deceased and the bereaved. Our gathering brings together American Buddhist leaders from Chinese, Japanese, Khmer, Korean, Taiwanese,Tibetan, Sri Lankan, Thai, and Vietnamese Buddhist tradition. Chinese immigrant ancestors. すいません、映像流れてませんでしたか？音だけ流れています。すいません、ちょっと待ってください。Came to these shores in the eighth. Okay, です。大丈夫ですか？じゃあもう一回すみません、最初からもう一回流します。Today, May 4th, 2021 marks the 49th day since 8 people, 6 of them women of Asian descent, were killed in a mass shooting in Georgia.In many Buddhist traditions, the 49th day after death is an important moment of transition for both the deceased and the bereaved. Our gathering brings together American Buddhist leaders from Chinese, Japanese, Khmer, Korean, Taiwanese, Tibetan, Sri Lankan, Thai, and Vietnamese Buddhist traditions. When our Chinese immigrant ancestors came to these shores in the 1850s,We faced exclusion and violence. Our Buddhist and Taoist temples desecrated and set ablaze. When our Japanese American forebears were herded into US concentration camps in the 1940s, our priests were classified as a threat to national security. Our Buddhist faith deemed un-American. When our South and Southeast Asian parents and grandparents arrived in this country in the 1970s,Many fleeing wars inflamed by the American military. We were told our cultures and Buddhist traditions didn't belong. In the face of nearly two centuries of xenophobia and systemic violence, Asian American Buddhists have long joined together to rebuild our communities. Piece by broken piece, we sutured the jagged edges of altars, statues, incense burners, and our very bodies and minds back together.We gather as Asian American Buddhists and allies in an expression of our fundamental interconnectedness.
We do not suffer alone, nor do we heal alone. Only when we join together as a Sangha can we truly support each other's freedom. Sangha, Sanghutase, Namo Tase, Bhagavato. The Buddha taught that even if you scour the world, there's not a single person who's not experienced loss from the death of someone they love. This gathering was prompted by the life and death of Young A.U., a devout Korean-American Buddhist whose life was cut short at the Aroma Therapy Spa in Atlanta. Her two sons remember her as a selfless person who stood up against discrimination and always advocated for treating people right. She reminds us that the antidote to a gunman's confused and deluded mind is the wisdom to see things clearly. Her offering to the nation includes this very gathering, which brings together an American Sangha from many lineages and many regions of our country. As with the life, death, and memory of George Floyd, we learn that the power of one life can touch the hearts of so many. On the altar before us are six memorial tablets bearing the names of Young A.U., Wicha Ratanapak Lee, Tommy Lay, Tianmin Lee, Penisaburo Oshima, and Xia Banning. These six individuals are just some of the many Asian American Buddhists killed in acts of violence from the 19th century to the present. Because the history of systemic anti-Asian violence in the U.S. includes erasure, many of the names of those killed have not been documented. We say the names of these six individuals while acknowledging and honoring the many other names not on the altar today. Grief and loss connect us across different ethnic and spiritual communities. The seventh central tablet commemorates all people who have lost their lives due to racial and religious animus. I unite with you today as an Asian American who is also of African American descent. I invoke all our ancestors who have worked together and given so much so that today we can stand together in solidarity as one human family. Sé que puede parecer imposible y recluso, incluso ridículo proponer la paciencia como respuesta ante todo este odio que estamos experimentando. Pero yo creo que sí se puede. Together, we join today to repair the racial karma of this nation because our destinies and freedoms are intertwined. And though the mountain of suffering is high and the tears of pain fill the deepest oceans, our path compels us to rise up like a lotus flower above muddy waters. Kintsugi is the Japanese art of repairing broken ceramics by mending the fractures with golden lacquer. The lotus flower, rising clean from muddy roots, symbolizes the purity and potential of the Buddha's awakening. The cracks in this Kintsugi lotus will now be gilded by several of our monastics in attendance, transforming brokenness into beauty. The work of repairing our communities requires remembering rather than hiding the ways in which we've been hurt. The careful rejoining process of Kintsugi embodies our collective efforts to heal the wounds of racism and religious bigotry. After an exhausting year, many are probably wondering, where can we find such spiritual strength? We need only look around, finding examples of spiritual strength in our families and ancestors who risked everything to build a brighter future. Examples like Tan Xiaojie, Feng Daoyou,
Hyun Jung Grant, Park Sun Chung, Kim Sun Cha, and Yung Yong A. The strength they had to make America their home, working multiple jobs and navigating a new world for the sake of their families, was tremendous. Let us commit to matching their spiritual strength, their vidya, today and every day to come as we remember and honor them. Thank you. I came here to stand with you, with my ancestors, to love you deeply, beyond time, beyond space. I cry with you as I have shed tears every day for my ancestors and your ancestors, past, present, and future. If we do not realize our kinship, deeper than skin, deeper than language, deeper than nation, I mean our kinship in true emptiness, that kinship. If we are able to, enough of us are able to recover and touch that wellspring of kinship that exists beyond time and space, we may realize a breakthrough that we're all praying for. I trust this breakthrough lies in the path of the Buddha Dharma as I understand it, and I keep learning it. The two long white threads emanating from the altar will be empowered with the blessings of these chants. These cords weave together the Buddha as represented on the altar, the Dharma as manifest in the Paritta chants, and the collective protection and interconnectedness of everyone participating in this event, in person and online. These threads will guide us as we leave this space to share our aspirations for peace and healing with the world. はい、今ご覧にいただいた法要のビデオは、現代のアメリカにおける人種および宗教への差別を映し出すものです。でもこのような出来事は現代のみではなく19世紀から遡り連綿と続いているアメリカ社会の根深い問題です。本日はこの歴史の中で第二次世界大戦中の日系人の強制収容所を取り上げて、この問題についてお話ししたいと思います。戦時下における強制収容は数十名という単位ではなく12万5千人という桁外れの数の方々に影響を与えて、30以上の収容所に収容されました。実は第二次世界大戦日系人強制収容はアメリカの国としてのアイデンティティそのものを問う事例として考えられます。伝統的にはアメリカは白人のキリスト教精神に基づいた国として、ヨーロッパから常に西へ向かって天命に基づいて細胞改革を進めて、文明文化宗教特にキリスト教が伝わる過程を Manifest Destiny というふうに表しています。しかしアメリカのアジア系アメリカ人の視点からは、
移民というのは常に西から東へ向かって移動する歴史でありました。日本あるいは各国中のアジアからハワイ、そしてカリフォルニア、カリフォルニアから東海岸に、常に東に移動するのが移民経験である中、第二次世界大戦戦時にロサンゼルスに寺院を建立した臨済前の僧侶仙崎如元のこの詩ポエムがあります。 This morning the winding train like a big black snake takes us as far as Wyoming. The current of Buddhist thought always runs eastward. This policy may support the tendency of the teaching. Who knows?まあ、彼は英語でこのポエム詩を書きましたが、ロサンゼルスから東にあるワイオーミング州の収容所に向かう途中、仏教当然 Buddhist thought always runs eastward 仏教当然という概念に基づき、この宗教経験を仏教的に解釈する歌を、まあ、ここで英語で読みました。まあ、この仙崎氏の仏教的な視点は主流のアメリカの歴史の捉え方とは異なる捉え方です。このような視点はこれまで注目されることは特になく、アメリカン・スーチャーという本では戦時中の歌日記書簡などを読み解くことにより、この隠されたデータ歴史を紐解くことができました。ハーバード大学で仏教学の下分けをして教鞭を取った長富正俊教授の父親である長富新城海峡氏は、さっき伊達先生がバックグラウンドにあったマンザナという収容所、強制収容所で書いた日記と法話が私の著書アメリカンスーチュアでは主要な題材となりました。それでアメリカンスーチュアの本をのリサーチを進める中で最もショックであったのは、まあ、今日は真珠湾パールハーバーのアニバーサリーであることもあるので、ちょっとそこにちょっと注目を置きますが、私として一番研究者として研究の中で一番印象になった取ったのは、FBI が真珠湾攻撃を受けて最初に逮捕したのは仏教寺院の開教師と神社の神主が含まれていたことでした。それに対しキリスト教の牧師はアメリカに対する忠誠心が認められ、このグループに含まれてはいませんでした。ちなみにホノルルの本波本願寺別院監督を務めていた口場義教は、その12万5千人の日系人の逮捕された最初の一人でした。ここのにまあ、さらにここの写真にあるような あるのは浄土宗のハワイ寺院開教師の源文哲の FBI 敵国外国人ファイルをと逮捕状です。戦前から FBI が有事の際に逮捕すべき人物のリストを秘密令で作成しており、源文哲氏はこの中の国家への危険人物、ここではグループ A Individuals believed to be the most dangerous and who in all probability should be interned 収容されるというんですね、 should be interned in event of war、 まあ、こういう仏教の仏教の開教師とかは一番危険、最高のグループ、
に含まれていました。まあ、このアジア系移民あるいは仏教 との差別というあのはというフェノメナは戦前からさらに遡って中国系移民に対する人種と宗教的差別が存在していました。例えば1882年に制定された Chinese Exclusion Act 排華移民法の背景を理解することによってアジア系人種と宗教的差別は明らかにその 法律に入っていましたが、アメリカの初めての仏教コミュニティはこの中国系移民によるもので、当時の政治家は中国人移民の制限を求めていて、キリスト教国を維持することを目的としていました。まあ、その Yellow Peril という言葉、英語では欧化論というイデオロジーとして、欧州人種と反仏教感情が高まり、大衆雑誌と風刺画やポスターが掲載され、このようなイデオロジーが一般市民へ広まりました。それで1942年2月の19日にローズベルト大統領、大統領令9066が発令され、西海岸の領域内を問わず全ての日系人を強制立ち退きを命じ、最終的に収容が進められました。まずは収容後、集合センターという Assembly Center というのが1942年の春と夏秋までに、集められ、その際に日本語で書かれた書物は持ち込みが禁止されまして、その中、ただ英語を勉強するための英和和英辞書と日本語で書かれたキリスト教聖書は例外とされました。その規制から読み取れるのは、キリスト教を信じ英語を学び、アメリカ人に そういうことによってアメリカ人になることができるということであり、同時に反仏教の姿勢を示すことでありました。アセンブリーセンターでは生活としては決して快適な生活ではなく、馬小屋など改良してそれぞれに生活環境を整えて生活をしていました。この写真はポートランド、オレゴン州ですね、ポートランドアセンブリーセンター、集合センターで、町の家畜センターで、ここでは浄土真宗の寺川海教師の娘と友達の写真であり、彼らとしてはアメリカの星条旗と仏画を隣同士に書き上げ、仏教徒でありアメリカ人であることを主張していると思います。アメリカは宗教の自由は許され、仏教でありありながらアメリカ人であるということの矛盾は、彼らとしては寺川さんとしてはありませんでした。この強制収容にあたり持っていくことが許可されたのはスーツケース一つに入るもののみでした。仏教は心の拠り所でしたが、仏具を持ち込むことができませんでした。強制収容所で仏教の生活を続けるためには、さまざまな工夫を凝らしました。この写真ではにあるのは砂漠で見つけた木を
用いて作成した仏壇や趣味壇、またこのお数珠は週に一度だけ出された桃ピーチですね、桃の種を集めて作られたものです。まあ、お葬式、法事、お盆、踊りのような家族やコミュニティレベルの儀礼や行事が収容所の中では盛んに行われていた一方、個人レベルでの仏教の教えを学ぶことも盛んに行われるようになりました。収容所ではお経の勉強会が戦前以上に活発に行われまして、例えば、ちょっと待ってください。ここでキャンプ道中の仏教当然の詩を読んだ仙崎女玄がワイオミング州でハートマウンテン収容所での行われているような様子をここと、ここで見られるかと思います。はい。それで、やっぱり、強制収容にあたって、人々が一番、もちろん、多くのものを失った中、一番、悲劇を受けたのが、家族を失って、収容所生活の中で何らかのお葬儀とか法要を行うこともこれは長富新城先生のが写真に載っていますが、そういう慰めもありました。そして亡くなった方を弔うために長富先生はマンザナでこの慰霊と慰霊碑が各キャンプに建立されまして、モニュメントとして宗教上の施設が取り壊されられた今でもこの収容所の跡地にはこの墓地のエリアですが、この慰霊塔というのは残されています。まあ、マンザナの慰霊塔の公開にあたり、例えばここでは1943年のお盆に盆踊り大会を行われ、何千人の方が参加しました。盆踊りは収容所で起きる最大の行事となりまして、まあ、他の右側ではマンザナ仏教会を戻ってありますが、他の写真ではマンザナ以外の各収容所で行われた盆踊りが催されています。最後にコンクルージョンに向かいますが、このようなテーマでさっき女玄仙崎さんという臨済宗のお坊さんの話をしましたが、ここではハートマウンテンでのスケッチで、そのバラックの中、彼の住まいの中で仏教の教えを皆さんにシェアをすることができたという、こういうスケッチも残されていれあり、最終的に女玄仙崎さん、長富先生、そういう方の努力で収容所の中でも仏教というのが非常に大事に扱われ、本来アメリカというのは宗教として認められているようなのはキリスト教、カトリックとプロテスタントでありますが、彼らの努力とのもとによって、そしてもちろん日系人の大多数は仏教徒であったことにより、
アメリカ政府は最終的に仏教を認めらざるを得ませんでした。アメリカは強制収容によって日系人の自由を奪い、奪いましたが、しかしそのような状況でも人間は内から外に自由を求めることができます。日系仏教徒は改宗を責める政府からのプレッシャーを感じながら、キリスト教じゃないとアメリカ人じゃないっていうようなプレッシャーを感じながら仏教を維持することに尽力をしました。彼らの行動が示している歴史的意義は、アメリカという国が掲げている宗教の自由、 Religious Freedom という理念そのものを投影したことにあるのではないでしょうか。今日はそういうような簡単な第二次世界大戦における仏教というテーマを、今現在のアメリカ仏教もちょっと照らし合わせて見てお話をレクチャーしましたが、ちょっと下手な日本語で、すみません、本当は英語でちょっと皆さんレクチャーする方ができるんですが、ご了承ありがとうございました。ダンカン先生どうもありがとうございました。アメリカという国が、信教の自由を大切にして、そういった形での独立ということをこう遂げる中でも、やはりそれを守るために、いろんな人が、いろんな経験を通して、活動され、そしてそういう中で例えばこの第二次世界大戦下の仏教ということで今日お話をいただきました。そういう私たち日本人にとっても大変ゆかりのあるその日系移民の方々、あるいは日本仏教の仏教界の方々の活動ということを知らせていただくと同時に、このコロナ禍でですね、アメリカの社会再びいろんな形で、対立や分裂というんでしょうか、いろんなことが起こっている、そういう中でのその、アジアの、人たちへの差別に対する宗教者の立場ですね、その中で、もちろん仏教もその中の一つでありますが、そういうことに、なぜ、あのようにというかこのように積極的にやはり発言されているのか、それはやはり一つは日系人にとっての収容所経験、こういったものがやはり今の現在においてもマイノリティであっても、あるいはマージナルな形で周辺に追いやられても、その人たちと一緒に連帯をしていくんだという、そういう気持ちがやっぱり現れてるんじゃないかということを学ばせていただきました。日本でも、今日は12月7日ですが、明日は12月8日で、日本では、12月8日に今、開戦ということで、いろんな日本でも、行事が行われるかと思います。龍谷大学で学んでいる皆さんもぜひ、この先ほど申し上げたようにこのキャンパスそのものが実は戦争で重要な役割をした軍隊の本部があった、京都の本部があった場所に実は立っているということも思いながらですね、今週ラブ&ピースということで、時間を一緒に過ごせたらと思います。本日は本当に段階先生、お忙しい中、こうやって本当に海の向こうなのに、本当にすぐ隣におられるような形で話を聞くことができて、しかも本当におっしゃったように英語でお話しいただければもっとというのは分かるんです。でも本当に今日は分かりやすく日本語で説明していただいて本当にありがとうございました。本日は本当にいろんなことを学ばせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それで本日の、龍谷大学宗教部の公開講演会の方以上ので終わらせていただきます。ご参加ご視聴大変ありがとうございます。